行くぜ。うん。あ、難しい。これ難しいぞ。あ、つまずいてる、つまずいてる、これ。二択だよね。うん。どっちだ。
お？おお、難しい、これ。何これ、え、どういう順番で見てんのこれ。ああ、わかった。これだ。ちょっと近くが。
の名前は出さないけど住所は出すのな。うん、おお、難しい。もしできた。ああ、これ息止まった。うん、難しい、これ中盤になってくると難しくなってくるな。おお、難しい。なんだこれ。なんとか軍ってあるけど、公理って何なの？分動詞で集まりあるの。お、規則性わかんねえなこれ。なんだ。トントン、トントン。ああ、分かった。いいだ。オッケー、分かった。おー、なんか時間かかっちゃこれかな。
おお、難しい。小難しいな。え、ない。お、ないぞ。4分の1か。黒の鯉のぼりをプレゼントしました。あとね、ない。どういう法則これ。縦だよな、そうなると。いや、ないな。ちょっと待ってよ。
これだ。なんか難しかった。どっちかだな。こうか。なこれ。これだ。
いや難しい。これなんだこれ。わからん。いやこれかなと思うんだけど、真ん中が分かんねえな。真ん中なんてかましてるんだこれ。ああ分かった。これだな。規則性が分かんないな、これ。ああ、時間かかりすぎだな、これね。規則性分かんねえ。
分かった人いる？これ。あ、分かった分かった、これだ。あー、やっと分かった。やべえ、難しい。わかんない。法則性、縦かこれ。あ、横だ。はい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 、分かった分かった分かった。これだ。縦の時と横の時あるんだよな。難しいよな。あー、時間かかった。
ん？違う。これか。いや、難しいな、これ。あ、オッケーオッケーオッケー、わかった、オッケーわかった。何のことはない。お、終わった。お。なんで暇なの？ああ。先ほどのテストの結果。出ました。やっぱり130台ですね。132でした。ね、130台でしょ、俺。ほら。すげえ。ほら、750円払って、やっぱり132で当たってて、130以上でした。すごね、130でしょ。これ106。天才やん。IQ の一般分布と国際的分布。あなたは世界で最も賢い人々の2%の中に入っています。人口の98%より賢いと言えます。ほら、ここだよ、俺。偏差的にはここ。あなたは世界で最も賢い人々の2%の中に入ってます。ね？次。あなたは同年代の人の中で最も賢い人々の2%のが入ってます。あなたは同年代の残りの98%の人は頭が良いと言えます。学習レベル分布図、別分布。あなたは自分の学習レベルの最も賢い人々の2%にいます。高校卒業資格。本当はね、専門学校だけなかった。あ、ずば抜けてるね。あなたは自分の研究分野でも最も賢い人と2%います。アートデザイン。自分の研究は人々の残り98%より賢いで東す。大池たんじゃね。あなたは世界で最も賢い人々の2%の中に入ってます。人口の残りの98%より賢いと言えます。ねえ。ほら、IQ テスト130超えてるでしょ。ほら、これ受賞した、ほら。ね。すげえ。どう？なかなかちょっとぶつけ本番で。尊敬できた。さすがや。ね？嫁ちゃんもすごそう。いや、嫁ちゃんダメ、100とか110じゃん。あの100。これ動画で映したら。あ、そうする？偏差の人は社会の中で生きづらいらしい。ああ、見て、生きづらそうでしょ。まあ、メンサークラスっていうことでしたけどさ、2%以内です。